ニュースをお伝えします。朝鮮労働党創立75周年に際して各国の人が談話を発表して勝利だけを記してきた朝鮮労働党を称えました。地形思想研究エクアドル文化協会会長は、偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の導きのもと勝利だけを記してきた朝鮮労働党は、今敬愛する金正恩委員長の老練な導きのもと、自力不況自力繁栄の大業を実現していると述べました。シリアダマスカス大学政治学部講座長は、朝鮮労働党は労働者農民知識人をはじめ広範な勤労者大衆を一つに結集させて全社会の一心団結を実現し盤石のように打ち固めたと述べました。レバノン地形思想研究会会長は、朝鮮労働党は折り重なる挑戦と難関の中でも人民を勝利へと導いて老練な指導力をはっきりと誇示したと述べました。ロシア連邦レーニン共産主義青年同盟沿海地方委員会第一書記は、朝鮮労働党は人民に正しい闘争課題を示し社会主義強国建設を正しく導いていると述べました。朝鮮人民との連帯及び朝鮮の統一支持アラブ委員会委員長は、金正恩委員長が大水と台風の被害に見舞われた各地域を訪れ被災地の住民の生活上の便宜を図り立派に復旧するよう一切の措置を取ったのは朝鮮労働党の人民的本体を見せる一つの実例だと述べました。朝鮮労働党創立75周年に際して地球思想と自主平和のための討論会が東京で開かれました。地球思想国際研究所と朝鮮の自主的平和統一支持日本委員会、日本キム・イルソン勤労主義研究全国連絡会共催の討論会に、日本の地球思想研究組織と日朝友好団体の人が出席し、朝鮮総連の活動家が招かれました。まず世界各国と地域の地形思想研究組織と個人から贈られたお祝いのコンテンツが放映されました。また朝鮮社会科学者協会と欧州地域地形思想研究会理事長と職長、そして日本の人からの祝電が紹介されました。総連中央常任委員会ナムスンゴ副議長、朝鮮の自主的平和統一支持日本委員会議長、日本キム・イルソン・キム・ジョン主義研究全国連絡会共同代表の発言がありました。ついで敬愛する最高指導者キム・ジョン委員長の普及の著作、人民大衆へのメッシ奉仕は朝鮮労働党の存在方式であり不罰の力の源であるについての解説がありました。朝鮮労働党が人民大衆第一主義を徹底させていることについての沖縄大学名誉教授の討論について、地形思想国際研究所理事の発言がありました。討論会では金正恩委員長に送る手紙が採択されました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第一副委員長の最高人民会議常任委員会慶良平委員長が、ファンヘ南道とファンヘ北道の各農村の実態を現地で把握しました。県委員長は、社会主義農村のモデルに立派に建てられたウンパ郡テチョンリで新居入りした住民たちを祝い、農作に励んで労働党に従い社会主義を守るようにと頼みました。そして軍党委員会と軍人民委員会の人たちが常に住民の中に入って苦楽を共にし、農場を暮らしよいところに作ることについて述べました。チェリョン郡サムジガン部に新築された住宅を見て経委員長は、住宅の周辺と村に果樹と地肥類をたくさん植えて農場の姿を一新し、党の農村建設の大構想を見事に実現することについて触れました。またサリウンシー見ごくりの農作状況について見聞きして、農場の人たちが脱穀機をはじめ農業機械の稼働率を高めて脱穀の日程計画を違えることなくやり遂げ、有意義な今年を農業の成果で締めくくることについて述べました。観音堂の被災地が社会主義にふさわしい景観の村に移り変わりました。人民軍軍人と建設者は軍隊と人民の大団結の威力で
チョルウォン、ピョンガン、サンド、イチョン、ヘアン、サンジョ、クムガンなど各軍の被災地に810棟以上、1670戸以上の低層住宅と1階建ての住宅を立派に建てました。23日その新居入りの集いがそれぞれ行われました。諸村労働党関温同委員会パクソンナム委員長をはじめ道の幹部が被災地の住民と建設者とともに出席しました。集いでは祝辞が述べられました。発言した人たちは自然災害の爪痕を癒して建てられた新しい村に新居入りした家庭に幸せと喜びだけがあるようにと祝福した敬愛する最高指導者金正恩委員長の熱い恩情の中、社会主義にふさわしい景観が広がるモデルの農村で幸せに暮らすようになった被災地の住民を熱烈に祝いました。そして敬愛する最高指導者金正恩委員長が水害被災民の境遇と苦しみがひどいだろうとして被災地の上空に飛行機も飛ばし、力ある建設チームとともに被害復旧と生活の安定に必要な多くの物資を優先的に送ったことに触れました。また人民軍軍人と建設者がすごい意気込みで徹夜して短期間に関温堂の被災地に新しい住宅を立派に建てたと述べました。集いでは住宅利用の証書が授けられ決意の表明がありました。ついで新居入りが始まりました。新しい住宅に入居した家庭を訪れた道の幹部たちは生活調度品がすべて揃った文化住宅で感激に浸る住民たちを祝い、日用品も手渡して喜びを共にしました。両名島観測地の地区内工事が推し進められています。建設者は田畑の間の道路とあぜ道の整理、構造物の工事など地区内工事で連日実績を上げています。集計によりますと80日間キャンペーンが始まって毎日従来より2割増の実績を上げて10日間に130ヘクタール以上の工地を整備しました。事務職製鉄連合企業所の労働者の奮闘により水害にあった製鋼パイプラインの復旧が終盤ではかどっています。数百人の熟練工からなる復旧チームが急派され、短期間に百数十キロの道路と数箇所の橋が復旧され、毎日数百立方メートルの盛り付け作業が速やかに進められています。ソンピョンパイプライン事業所では流出したパイプラインの支給回復のため進んだ板金及び溶接方法を取り入れて工事を後押ししています。航路区域の復旧チームは掘削とパイプの設置、盛り付け作業を同時に進めて連日計画を上回って達成しています。線路係と製鋼第二職場の復旧チームは管路掘削と石積み工事を早め、試験職場化学分工場の労働者も膨大な土の運搬作業で実績を上げています。農業部門で耕地面積を増やすための新しい土地獲得運動に力を入れています。今年に入って現在まで全国的に1万6600ヘクタール以上の新しい土地を確保しました。河川整備と小水路工事、公共施設の移設などでパンヘ南道とハムギョン北道、ピョンヤン北道でそれぞれ2000ヘクタール以上、パンヘ北道で1800ヘクタール以上、ハムギョン南道で1700ヘクタール以上、ピョンヤン南道で1600ヘクタール以上の新しい土地を獲得しました。新しい土地で稲やトウモロコシなどの穀物を栽培するための取り組みも進められています。中国人民義勇軍の朝鮮戦線参戦70周年にちなみ、労働新聞25日付に中国人民義勇軍烈士の遺訓は長久有効の歴史とともに末永く輝くだろうという社説が載りました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオウユンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。ルンダ島をご紹介します。平安の風光明媚なテドン川には市民の誰もが喜んで訪ねるルンダ島があります。ルンダ島は北東南西の方向に長く伸びているテドン川の中州集積度の島です。
面積は約 1.3 平方キロメートル、周囲は6キロメートル、長さは 2.7 キロメートルです。西側にテドン川の岸へとってそびえる景色の美しいモラミネがあります。テドン川の水の上に垂れ下がるしだれ柳がまるで絹のように美しいと言って、あやまつの漁に森羅万象の羅の字を書いて両羅島、ルンラ島と呼んでいます。今ルンラ島は川に浮かぶ花籠のように美しい島に市民の憩いの場となりました。ルンラ島をご紹介しました。諸村の声放送へようこそ。春夜は先日の雨の後、平年より気温が 2,3 度下がりましたが、皆さんの地方ではいかがですか？そうですね、平年なら気温が徐々に下がったはずでしょうが、急に落ちたもので思わずブルッとしますね。さて、世界的に流行っている新型コロナウイルスのため、各国と地域がパニックに陥っていますが、弱り目にたたり目と相次ぐ自然災害のため、莫大な被害が出ていますね。共和国も多大な災害に見舞われました。特に東海岸を襲った数回にわたる台風と大水が人民生活と経済の発展に大きな支障をきたしました。線路と道路はもちろん、農地や森林、建物と設備が破壊され、多くの住宅が崩壊して、離散民が露宿生活を余儀なくされました。このニュースに接した坂井聖太さんは、共和国の被災地の住民にファクスによる次のような見舞い電をお送りになりました。まず8号、9号、10号と連続して訪れた台風による被害をお見舞い申し上げます。日本では私の住む地方では問題ありませんでしたが、九州地方などで鉄道が止まったり土砂崩れなどの被害があったようです。諸村でも多大な被害を被ったと思いますが、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。まず諸村人民が被った自然災害に心からの見舞いで送ってくださった坂井聖太さんにお礼を申し上げます。今共和国では諸村労働党の正しい指導のもと、人民皆がこぞって立ち上がりました。移民移転、人民を天のごとくみなすのを座右の銘とし、人民の生命と財産の保護を最も重視する敬愛する最高指導者金正恩委員長の気高い意志に国中が感動し沸き返っています。今のように困難な時、我が人民は諸村労働党だけを頼りにし、労働党が取る措置を待っているだろう。我が人民が自然災害によって一瞬たりとも落胆したり、生活上の不便を感じるようなことがあってはならない。それで労働党は国のすべての潜在力を人民の幸福を守ることに総動員して、かつてない復旧戦闘を繰り広げ、人民軍軍人を各地の自然災害復旧現場の主力に押し立てたとし、すべての措置と対策を取った金正恩委員長です。その正しい指導に従って災害復旧現場では日一日と目星成果が達成されています。春夜の労働党の党員と人民軍軍人の献身的な努力によって、新居入りの笑い声、労働と万歳の声が響き渡り、被災地は日ごとに一新しています。新型コロナウイルス防疫のため奮闘する中、自然災害まで重なりましたが、偉大な指導者の周りに一心団結した諸村では、自然災害に見舞われた全ての家庭の災難をなくすため努めており、ただ一人の感染者もいなく、人民の皆が病気を知らずに安定した生活を送っています。これらの成果は全て党と指導者の正しい指導の結実であり、指導者に限りなく忠実な人民によってもたらされたものです。諸村人民は折り重なる困難を乗り切り、災いを招いた今年を誇らしい勝利の年に輝かせるでしょう。では今日はこの辺で、リスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。